どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は NHK に忖度だらけということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、立花隆さんがですね、まあ、天下取りみたいな動画を出されたんですけども、NHK にね、みんな忖度しやがってみたいな。 で、俺が政権に入ってぶっ壊すんだと。で、そのための資金が借りてあ足りないから貸してくださいみたいなね。まあそういった動画を出されてましたということなので、まあ今回はこの件をまず扱っていきたいんですけども、そのお金貸して動画の前に、まあいかに多くの人が忖度してるか <laughs> みたいな話を先にした方がいいと思うので、 はいでこちら民家部さんの記事でね、立、ま、花、あ、さんにインタビューした記事の一部ですけども、えー、と本誌っていうんですかね、民家部さんの方のサイトにおいては、たくさんね、インタビューに答えられた記事があるんで、よかったらそちらでね、詳しく見ていただきたいんですが、えー、と今回は、えーと、万博ネガティブ報道が怖くて、維新を取ったけは NHK 予算に賛成と、N 党立花断言、NHK ぶっ壊さないちえ人たち役立たずと。 いうことですね、はい、だからあの正直あのよくね、まあ、この NHK 問題解決するのはスクランブル放送すればいいじゃないかって話があるんですよね。で国民の、まあ、かなりの人が賛成していて反対してる人の方がこれ少ないんですよね。でそうするとその民意を受けたはずのいわゆる国会議員の皆さんは NHK に対してスクランブル放送しろでまあ立花さんがいろいろ言ってる問題についてはもうおおむね解決なわけですよ。 だからそれがやらないのに、まあ、なんでやらないかっていうと、それはもう政権与党の方々が、まあ、NHK に忖度している、政権のみならず、まあ、野党も含めてですけどね、まあ、NHK に忖度しているということですね。で、それはなんでかっていうと、都合の悪いことを突っ込むと、NHK になんかね、普段はスクープ,スクープ飛ばさないのに別そのそ、その政党とか個人に対してのスクープ出されちゃうかもね、みたいなね。 いう話になってしまうのでそこを恐れてまあやらないんじゃないかみたいな話もあってだからこれはね本当にねおかしいと思うんですよねだってもう民意を得る形で NHK から国民を守る党っていう政党までできてるわけじゃないですかだからそれを受けてもうあこれはもう民意を得てこれまでのあここまでのね政党ができるぐらい不満に思っている人がいるしそれからスクランブル放送に反対の人の方が少ないむしろ進めてくれってる人の方が多いわけだから 変えるべきですよね。で、スクランブル放送しないことによって得してるのは誰かって言うと、nhk の受信料をただ払ってない人ですよね？あの。それこそあの立花さんが勧める契約して不払いではなくって契約もしないで、ただのっかりしてる人々ですね。だからまあある種政権与党はですね。そういったあの、N、受信料を支払わず、nhk がタダで見れる環境にいる人々の民意を。 あの優先させてるって感じになっていて非常におかしいんですけどね、はい、でもこれを一生懸命言ってるのになかなか伝わんないのでさまざま伝わんないというか実行されないので立花、えー、さんがいろんな,なんかこうトリッキーな戦略を含めてやってるんだけどでトリッキーだったりするとそれを見てその部分だけを切り取ってひどいことやってるっていうのが立花さんのアンチにいてっていう感じでいやーなんかねちょっとね全体を見てねあの判断してあげたらとは思いますけどもはい。 とということで、えーと、今回の記事の中身においてはですね、乙、えー、武議員の話が周りと書かれていますと,ということですね。で、2024年3月29日、これ、つい最近ですね、令和6年度 NHK 予算質疑において NHK 幹部や総務大臣に絶望鋭く切り込んだのが、信の会の乙北議員だということですね。で、前田 NHK 前会長の改革の本質を否定して、 旧来の体制に回帰しようと受け取っている方々もいらっしゃるということですね。そして現場の職員、特に若い職員からむしろこの人事制度改革の揺り戻しに対する不満の声を私は個人的にも伺っておりますということで、まあ、明確に NHK に対する批判なんですよね。はい、で、えー、前前田会長は提出した意見書の中で、現体制の人事制度修正について、改革派の職員は次々と姿を消す事態となったと。 だから前田前会長の時に一生懸命改革するみたいな体制を整えたんだけどそれが今の会長さんになっちゃったら急に変わっちゃって変えようとする人は切られていったっていうことですかね。で古い体制を維持する方向性に火を、えー、切ったことは、えー、誠に残念と強い口調で批判をされてるという感じで、まあね、維新のね、お音喜多議員が NHK をめちゃくちゃ批判しているっていうのはちょっと覚えておいていただきたいんですがはい。 はいでさらに朝日新聞デジタル1月9日によればですけれどもね全、まあ、近代的な制度を改善しなければ NHK は未来がないとかですね人事制度そのものも密室評価から透明の高い制度に変えてきましたと振り返っていると、まあ、これはあの先ほどの前田前会長ですよね。でこういった改革を大きく修正し、まあ、管理職登用の試験 あ選抜試験を廃止しシニア層の積極投与を進める方向性に舵を切ったのが現在の経営陣って感じでね、まあ、まさに先祖返り変えようとしたのにもかかわらず逆方向行っちゃったとですねで民間の意識からすれば交代しているようにしか映らないしときた議員が怒るのも無理はないということですねまあその質問に対して、えっと、NHK 幹部はのらりくらりとした答弁を繰り返したって感じでねまあ基本的に NHK のみならずなんかねああいうのらりくらり どうした反応対応対ってうんですかね答弁をまあせなんかこう権力者側の方々はよくやるんですけどなんかねああいうの禁止にできないんですかね時間の無駄じゃないですかねまあなんかねなんか以前なんかまあこれとは関係ない記者会見ですけども河野大臣とかひどくてね質問されててそれに対して答えるんじゃなくて次の質問どうぞとか言ってで 答えないから同じ質問を別の人が重ねるじゃないですかそしたら次の質問をどうぞみたいな感じでやってるんですよ信じられないですよねそ,それが何だろうそのまんままだ正解にいられるっていうこと自身が、まあ、むちゃくちゃだなと思いますけどね、まあ、あれは当にふざけてますよねあの <laughs> はいででえっ、ー、と NHK の稲葉信夫会長に対し放送法改正を踏まえつつ えーっとですね、政治マガジンをはじめとする既存の配信サービスをどのように発展させていくつもりかと音喜、まあ、た氏は問うたけれどもはっきり言って、まあ、答え意味分からんみたいな感じの回答が返ってきたって感じですね。はい という感じで、ね、まあほ、まあ、本当にふわっとした回答をして言ってるようで言ってないみたいな回答をするって感じでね、まあ、当然み皆さん頭のいい方々が集まっておられるので、まあ、これが意味のない回答してるってことについては理解してると思うんですけどでも能力をそういう説明しないためのなんか説明に使うっていうのはどうかと思いますけどね。 はいで乙武議員のね追及はここのみならずですね、えっと、NHK において随意契約の比率が高すぎると指摘という感じでね事実随意契約の比率は2018年度が92.5%だからまあそうですねまあその NHK が決めた業者さんですねいわゆる入札をやらずに、まあ、この業者さんって選ぶ割合が9割超えてるって感じです,すごいですよね。 だからもう本当に NHK っていうのは民間とそれからいわゆる公共公共っていうのかないわゆるこう国会あの <laughs> 公務員とかのちょ,ちょうど間にって公共放送という名でねである時はなんか公共っぽいっていうかその公務員寄りの顔をしある時は民間寄りの顔するって感じで両方のいいとこ取りしてるんですよね普通はその両方の厳しい面がこう 法に対して対応しなきゃいけないんですけど、あのまあ、その辺本当に都合よく使っていてですね。だからうちは民間なんでみたいな民間じゃなくて、その公共じゃないんで随意契約でいいです。みたいなことをやってるわけでしょ。むちゃくちゃだなって感じですよね。だから、これがあのまあ、こういった形でジャブジャブお金が使われていて、しかも随意契約だから。 まあ競争が効いいてないわけですよね。だから割高で頼んでる可能性があってそしてその頼んでる先がまあ、いわゆる NHK の子会社だったりねあるいは NHK の関係者みたいな感じでそこに天下りが行くとかって感じでまあ、NHK 経済圏ですよねだからまあこんなことやってるからまあおかしなことがいっぱい起きるって感じでねはい。ねえほんとひどいよねと <laughs> いうことですと。 で、えー、とそれについて NHK はこのところ少しパーセンテージが上がっておりますけれどもこれについてはえと東京オリンピック等々とかがーっと言ってるって感じですね、まあ、関係ないですねはいえっ、ー、と随意契約の比率が98.5%になっても少し上がっただけという認識だということでねふざけてますよね元が高すぎるんだからね だからすごいですよね。どんどん上がってるってやばくないですか ?92.5% からどん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 上がっていって最終的には98.5%ですよ。ふざけてんなみたいな。<laughs> ほとんどじゃねえかみたいな感じですよね。はい、でいろいろ事情をご説明いただきましたけれども会見検査院が指摘があったにもかかわらず上がり続けてこの実態ということですかね。はい という感じで、まあ、めちゃゃくちち批判してきたということですね。ちなみにこれ質問してるのはあれですよ質問っていうかここであの批判してるねこの場所っていうのは NHK の予算をまあ賛成するか反対するかっていう中で答弁してるわけでねここまで話を聞いたらそれはまあこんなおかしいと NHK 許せないと反対だってなるかと思いきや賛成みたいなあの <laughs> なぜか賛成みたいな感じですかねはいということなので まあ乙武氏とかまあ維新の中の一部の中においてはやっぱり NHK、ね、もことは問題だよねって言って追及したい声があるんだと思うんですよここまで言ったってことはね。なんですけど党の事情で賛成に回ったっていうことなわけでなことあります <laughs> でこれあの自民党内部で起きてれば割となんか実際通さなかったら大変なことになるかもしんないけどでもだって野党で反対したところでどうせ通るわけですよだから反対に回りゃいいのに賛成に回ってるっていうことでまあそれくらい NHK は忖度されるような存在であるのかなっていうこれ証拠みたいな話ですよね。そうだしまあ本当は与党でもね中においても NHK に対して批判をねしてきた カッキンさんたくさんたくさんでもないかそれなりにいらっしゃるわけなんですけどでも党としては結局この予算をね普通に今まで一回も止めることなく通し続けてきたわけですからまあ実質なんかそんなのなんかねあんまりなんかガス抜きじゃないけどガス抜き程度の質問だってことですよね。だからそのおかしさについて指摘されて改善してるならともかく改善しないまんまずーっとずーっと来ていて。 本当に舐めてるわけですよ。よおかかしいいね、ね、なんかこういうのも、ね、その随意契約の比率が一応会計検査院に注意されたんですってされたのに毎年毎年上げてって本当に舐めてるって感じでもうやりすぎなわけですよだから本当はこんな予算通しちゃいけないしそもそもこれ以外にもたくさん問題があってまあ立花さんがよく言うですねえっ、ー、と契約 うん、要するにお金を支払ってない人がね、まあ、NHK の22%もいるって言ってるんですよね。だこんなの普通の会社だったらそんなに払ってもらえなかったら潰れるってレベルのことを、まあ、放置してるとかですね、まあまあ、それまああらゆることがとにかく今自分たちが心地よく生活できればいいみたいなジャブちょっとジャブジャブしながら、まあ、天下り先のおいしいところを用意したりとか、まあ、給与の高さをキープしたりとかそこがまあ最大の主眼になっていて。 ですよねだからそこを崩したくないから前会長がいろいろ変えようとしたことについても戻そうとしたりって感じでそれはもう本当に、まあ、組織として完全に終わってるというかもうねだから本当はまあ事情能力ないっていうのはもう明らかなので、まあ、外部から変えるっていうことでまあ例えば今回はねあのなんていうの予算を通さないとかなめたことやってると予算を通しませんよって普通の手を使えばよかったのに。 まあ結局なめられっぱなしで終わってるという感じですよね、はい。まあそんくらい皆さん忖度されてるって感じですかね。であとはえっ、ー、と立場さんっていうか NHK から国民を守る党で斎藤議員がねさまざま質問もされたんですけどまあ結局まあ説明あのき質問したところで。 まあそれなりの回答もここまでひどい回答じゃありませんでしたけど回答は済んだけど結局何も解決しないみたいなねまあ変わりませんとかあるいはここの部分あのなんか全体に影響しなさそうな部分についてはちょっとなんかやるのかなぐらいの <laughs> 感じでまあなかなか道半ばですよねいやほんとひどいんですけどねまあでもやっぱり あのマスコミってィンマスメディアはねテレビっていうのは核兵器に勝る武器みたいなことをね、まあ、橘さんおっしゃってましたけどだからそれがそのね批判したりした瞬間にその。 まあ自分に向くっていうのかな批判ぐらいだったらいいんですけど本当に、まあ、これもね本気でなんか予算通さないみたいな動きがあったとしたら誰かのスキャンダルがボンボンボンって出るわけですよ。だからそこで力使ってんじゃねえよお前みたいな話があってふ、まあ、普段からやれよって感じなんでだからそこは本当ひどいなと思っててだから公共放送ではないんですよもうす,もうすでにねなんか自分たちのため組織のためだけの存在になってしまってでそれを覆い隠すために公共放送 ぽいことをやってるっていうまあなんかそんな感じになっちゃったんですよねそれは見る人減るよねって当たり前当たり前のことが起きてるということだというふうに思いますと、はい、でこれを踏まえた上ではいでこちらが立花隆さんの YouTube チャンネルですけれどもねえっと「立花隆の天下通り &NHK をぶっ壊すためにお金を貸してくださいと」と、えー、ご協力いただける方は下記 URL から申し込みくださいって感じなんですけど えとまあ、先ほどしたようなお話ですよね、今、この NHK をぶっ壊すために一生懸命活動してるということですね。まあ、いわゆる、まあまあ、議員であるとか、まあ、会計検査院とか含めて、まあ、結局、何もしないというか、したところであいつら無視するしみたいな感じなんで、結局、まあ、ぶっ壊す気が周りはないんでね、自分がじゃあ頑張って政権に入ってぶっ壊すんでお金を貸してくださいということをおっしゃってましたね。はい ということで、まあ、そのためには当然、活動資金が必要で、まあ、代表権騒動で結構ね、政党助成金が使えなくなったりとか、それから、やっぱあれですかね、あの、なんだっけ、供託金でしたっけ、なんか3000万が返ってこなかったっていうか、返ってくるかどうか分かんなくなったっていうか、まあ、あれが大きいんでしょうね。なんか、まあ、その分を、まあ、借りて回すのか、まあ、何の資金が足りないのかよく分かんないんですけど、まあ、まあ、とにかくいろいろね、 ああの活動するるにあたってお金かかるし特に今都知事選の件でねとにかくお金が必要な状況っていうのが日々日々近づいてきてるけどまあおそらくですけどポスターの申し込みとか含めてちょっとまだまだ足りない状況なのかなって感じですよね。まあ、でもなんか1万4,000か所もあるからしかもこんな新しいことです新しいっていうか理解するのにすごい何、あのー、て言うんだろうなこう常識的なことを考えてるとまあ ま,あまずそれをなんかこう受け入れがたいみたいなね中にはそういう人もいると思うんですねまあそういう状況なので何て言うんでしょうねこう思ったほど申し込みがいってないっていうのもあるんでしょうねまあそれはなんかど今の申し込んでる人が多いような気もするしね初めてのことの人は多いような気がするけどまあ当然全部ブワーッと生まれるような状況ではなかったって感じですかね。 だから理解され始めるととか多くの人が知ったりイメージしやすくなると一気にね、まあ、申し込む人が増える可能性はあってそうなると二次関数的に伸びてくるんでしょうけどそれってやっぱり都知事選の話がもうちょっと世間的に盛り上がってくるとまああるのかもしれないですねそれこそ小池さんが出るとか出ないとかねでじゃあ出るんだってなったらねふざけんなみたいなあの俺はやっぱり一言言いたいみたいな感じで翼の党みたいなわっていうのを まあ言いたい人はそっちでもいいのかもしんないけど、そっちはそっちでまた活動がね止まるかもしんないし分かりませんが、まあそれをなんかもうちょっと正攻法で言おうぜっていう人も、あの、小池はちゃんと説明責任を果たせみたいなポスターを貼ることができるとかね、まあそういうのもできていくようになるんで、まあいろんな使い方ができると思うんですけどね。まあ、いずれにしても数がすごい多いんでね、1万4000所 <laughs> っていうことですよね。はい。で、えっ、ー、と、 そしてですねであそうだお金の借り方なんですけどもえー、っとですね立花さんが個人でその貸してくれる人から借りてで立花さん自身が NHK とに貸しますでそれを供託金に回して都知事選に30人出すってことですかね。はいということで、まあ、そのお金でまあ都知事選を戦っていこう。 ですかね、まあ都知事選においては、まあ、小池さん同行っていうのも言うかもしれないけど、まあ、基本的にはそういった NHK をぶっ壊す活動してきたこととか成果について、まあ、も,もうちょっと宣伝したいって話だったんでそれでまあ理解が深まればもっともっと応援してもらえるだろうっていうのもあるでしょうし、まあそ,まあ、もうそういう応援が集まってくれば当然ね、まあ、ぶっ壊す流れもできるのかなって感じがしますけどね。 はいでと、今回は結構金額がでかいんですよね。一口100万で、でだけど利息が1%つきますってことですかね。まあ今まであんまり、あ、うん、そっか、まあ、代表権騒動以降はなかなかそういうのやってなかったんですけど、まあ利息1%で貸してくださいと。だから、まあ、実質寄付に近いような形でも使えるんですよね、こういうのね。だから、まあ、普通に寄付しちゃうと上限があったりとか、まあ、 あのがするんでなかなかしかも、えー、と国政政党だと上限は結構高いんですけど一政治団体だと確か上限があったような気がするんで、まあ、いずれにしても、まあ、そこがあるので、えー、とそれを借金という手法でねあの乗り切っていこうということでしょうね。はい、でこれだと、まあ、個人の人でも多額のお金を貸し付けることができるということで、まあ、立花さん個人に貸し付けてで立花さん個人が NHK 党に貸し付けて。 まあそれでまあ選挙等々の費用に使っていくっていうまあそんなことなんでしょうね。はい、はいいで概要欄からえー、っとですねリンクが貼ってあるので飛んでいくとこっちへ「立花隆の貸し付け金について」っていうグーグルフォームにたどり着きますということで貸し付け単位は一口100万で利息は1%で弁済期ですね令和7年の12月末日ということですね。だから 一応来年末にには、まあ、返すす予定になっているってことうこですね。ただし、弁済日の1か月前までに振込者が返済請求をしない場合は、弁済期は1年後まで延長という感じですかね。はあまあ、よくできてますね。だから、まあ、弁済を希望しなければですね、えーっと、1年ポンと伸びるという感じですね。 でまあ無駄な手間も少ないしっていうことでそういうルールにされてるんですかねはいということでございますということでもしたかもし貸した人でえっ、ー、と来年末に返してほしい人はまあ、何だったかしてすぐじゃあこの日に返してねって言えばいいのかな <laughs> <laughs> っていうことだというふうに思いますがはいということですねはいで契約書の中身ですけどまぁ、あ、結構たくさん書いてあってですね まあやっぱりこれはちょっと代表権騒動を経てですねあのこう借用書というか賃 <laughs> 貸契約書はまあちゃんとしたものを巻こうっていうふうに思ったのかもしれないんですけどまあかなり詳しく書いてあるというようなことですよね。はい、はい、というわけでねまあ立花さん的にはまだまだ苦難がね、まあ、続いているような状況ですけどもまあでもそうですよねこれをでも繰り返していくと。 まあどっかの段階で一気にブレイクするんだろうなっていうのは見てて本当に思いますけどねなんか苦難が多ければ多いほど後のこう伸びが大きいってい話でねまあでもねよく本当に頑張ってんなと思いますねまあなんかこういったまあ代表系相当とかもそうですけどなんかほら翼の党が最近、まあ、ある種悪い意味での大活躍もしてるのもそうなんですけど まあやっぱり自分がやりたいことを貫き通すっていうことはなんかすごく貴重だなとは思いましたね。まあそのよしあしはねあると思うんですけど活動のね。だけどまあ要するに自分でまあこういう方向性行くんだってなってそこで七,七戦バットしながらいろいろやってるとやっぱり応援してくれる人も現れてそっちの方向性に向かっていくということですね。で先日えっとね どっかの大会,社大会社の社長さんがおっしゃってたんですけど、まあ、リーダーの仕事はもうとにかく、まあ、要するに自分たちがねさ行,くさ行くべき方向っていうんですかねもうそれを大声で言うだけだということなので、まあ、とりあえずこっち行くぞで会社が大きければ大きいほどね、まあ、そ,それを言ったらそれを叶えてくれる人っていうかそれをやってくれる人はたくさんいるわけですよね優秀な人がね。 ちっちゃい組織だとねまあその代表自ら全部やんなきゃいけないんですけどまあでもとにかくリーダーとしてはこっちに行くぞってやってみんな頑張れと <laughs> 俺押せと <laughs> いうのがまあ結構必要だよねっていう話ですよね。場合によってはもう君たち頑張ってっつって後ろからこうこっち行くから。 これやって、頑張ってって後ろ押しと押すとかね。まあいうことが必要なわけで、非常に見ながらいつも勉強させていただいておりますた感じですね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。